2月16日日曜日、今日コンビニでつぶつぶの果肉入りの紙パックのジュースを買ったら店員さんが気を利かせてストローをつけてくれた。誰がどう見ても果肉よりも細そうなストローだったけど、店員さんの悪気のない笑顔の前には J-Walk ばりに何も言えなかった。もしかしたら意外と果肉は小さいかもしれないしとポジティブシンキングで家に帰ってジュースを飲んでみたが、飲み始めて1秒で撃沈。もしこれを飲むことができたら、その吸引力だけでダイソンに就職できちゃうんじゃない？そういや、この店員さんは常日頃から雑誌とアイスクリームを隣り合わせにして袋に入れてくるな人なんだけど、西川ちゃん的にこういう人どう思う？え？天然のところがあって可愛いって。あの西川ちゃん、その人60過ぎのおっさんなんだけど。やたら詰めるの上手い人もいるしね。そうかと思うとこういうね、平気で夏場にね、びっしょびしょになったジュースとジャンプとか一緒にする親父もいるしね。まあだからそこは、あの、気になるんだったら、まあやっぱ言うっていうこともね。あとはだから、俺なんかとかは、まあ最寄りのコンビニなんかは日頃から、俺も自分以外のことってもっと考えてるんだぜみたいなアピールするもあって、10円より端数あるじゃないですか。出たやつはもう必ず募金していく。俺はもう本当にみんなが幸せになってくれたらいいからっていうのがあった上で、あ、ごめんなさい、ちょっと雑誌ちょっと、はい、もうその僕今このまま裸で持っていくんでみたいな。グミとかは全然自分ポッケに入れるんだ。ポッケってなんだお前。千葉県しかし恵比寿、文句ばっかだなこいつ。2月16日同じかよ。今日新郎元兄弟を見ていたら、西川ちゃんがみんなから恋愛の神様と呼ばれていた。なんだ、西川ちゃんって恋愛の神様だったんだ。だったら信者である僕にも少しくらいのご加護があってもいいと思うんだけど、どうして出会いの一つや二つも与えてくれないのですか。こんなことをこういうタイミングで言うのもいやらしい話かもしれませんが、僕新曲もライブのブルーレイも召集力も買いましたよ。これってお布施ですよね。だったらどうして愛をくれないのですか。僕たちはこの街じゃ夜更かしの好きな袋です。ライオンやヒョウに頭下げてばかりいるハイエナですか。西川ちゃん、僕は彼女や嫁が欲しいとかそんな贅沢を言ってるわけじゃないんです。愛が欲しいんです。ズーなの。辻人生なの。いや、人なりなの。ああ、そうですか。それも無理ですか。仕方ない。わかりました。では、100歩譲って愛はいりません。せめて恋愛感情とかなしで付き合える美人の女性をください。もうね、メールのネタの中にね、辻人生を持ってくるあたりで、もうね、なかなか縛られてくるよ、彼女。難しいよ、お前。そうやさ、エビちゃんってどういう人が好みなんだろうね。だってでもさ、よく聞かれるじゃん。じゃあ西川さんってどういう人が好みなんですか。好みかーってなるもんな。まあ今までずっと肌質が綺麗な人とか好きですねみたいな、いや、もうどこもちょっとぼやり浮かばなかったので、それこそあれですよ、この間その前の神さんと飯食った時に、その話で、あんたどうなんて言われたから、なんでこいつらにこんな話しようと思い。だから、やっぱまあ、色白いし、まあ、肌綺麗な人とかやっぱ、な、清潔感あって、ええと思うねんけど、みたいな。だから、ん？みたいになって。で、だからこう、さ、なんかこう、なるたけ毛穴のないとかさ、まあ言っちゃなんですけど、あのね、あなたもそういうタイプじゃないですか。そんだけ酒ガンガン飲んでても、あんま荒れたりとかしなかったでしょ。ってなって、あ、わかった。何が起こったのかなと思ったら、それちゃうわって言われて。え、どういうことって言ったら、それはね、肌が綺麗なんじゃなくてね、これからは肌が強い人って言いなさい。あんたの好みは肌が強い人。わかった？って言って、うん、わかったって帰りました。なんだ俺、もう本当に。はぁ、やだな。